い、今日もね、すげえラフな感じでね、喋っていこうかなと思います。いやー、本当にね、何にも決めてないんで、もういきなり始まってますけど、まあ、とりあえずね、すんごいリラックスしながらね、もうやろうかなと思います。もう本当、心を無というか、楽な感じにしてね、なんかもう催眠かけられてる的なもう感じで、リラックスしてね、やろうかなと。だから多分、下手したらね、途中で寝ちゃうかもしんないんで、寝ることもあり得るかもしんないんでね。そしたらまあ、ぜひね、起こしてもらえると、まあありがたいんですけど、うん。その見てる人ね、ぜひ起こしてください、本当にね。寝るかもしんないんでね。いやー、本当にね、いやいや、まあ、本気でね、何喋ろうかなって今考えてるとこなんですけど、まあね、あれですね、前回、YouTube 人生を1年振り返ってっていう動画をね、まあ前回、前々回かな、出した、ですけども、まあそこでね、ものすごいね、その動画についたコメントが、その一つ一つが、何やろ、ほんともう。それを読みながらもう酒飲めるで、みたいな。もう酒のつまみになるぐらいの完成度だったんですよ。ね、心に食うものがありすぎて、あれで酒飲めるぐらいですね、ほんと。すごい。なんか返すのがもったいなくなっちゃって。でも全部読みましたけど、もう本当に、これどう返したらいいんだろうっていう。いい意味でね、初めてですもんね、返すのがもったいないみたいな。本当にね、まあこの場を借りてね、まあ本当に、そのコメントしてくれた人にね、ちょっと、本当に。てかもう本当飲みに行こうよって言いたくなりますよね。まあ俺酒好きじゃないんですけど、まあ本当遊び行きたいっすわ、その人たちと。もうマジで。ねえ。まあまあ向こうがそういうつもりじゃないかもしれませんけどね。まあ俺が完全にそういうつもりなんでね。いや本当にね。何喋りましょう。まあ白猫のこと。白猫はね、あれですね。動画外で、メインアカウントの方で、動画の後に一回だけ弾いたんですけど、その時に単発でゲオルグ来ましたね。いやいやいや、ここまで来るとね、なんかもう動画に撮らない方がいいんじゃないかみたいな。そう感じで思ってきちゃって、動画外のが出んじゃねみたいな、自分なりの勝手なオカルトをね、なんかまあ作り出してはいるんですけど、まあ完全にね、まあオカルトなんで。まあジンクスにもちょっと近いものありますけどね。いや、それにしてもまあ明日に、まあ今日今、日付変わって金曜日、夜の1時なんですけど、今日にね、多分チャグマの修学旅行でしたっけ？イベントが来て、まあジュエルをね、そこそこもらえると思うんで、またソロジュエルでね、まあガチャ回していこうかなと思いますけど、正直ガチャ動画を撮らなかったら、何でしょう、多分こういう喋るだけの動画になるんですよ。それもそれでどうかなみたいな。いや、まあ、喋るだけの動画も全然、楽しいですよとか、それでもいいですよってね、コメントありました、あったんですけど、まあ、全員が全員そうじゃないと思うしね。まあ、多分、そういう人でも、これ喋るだけの動画だったら多分飽きますよね。多分、飽きるんです、絶対。ただでさえ飽きやすいのに。ねえ。いや、でもね、YouTube の動画の、どうなんでしょう皆さん、どんぐらいの、チャンネル登録してるんですかね。気になるのは、一人当たりどんぐらいが平均なんだろうみたいなことふとね、思ったんですけど。ちなみに、今、俺のチャンネル登録の数は、厳密に言うと、
4個ぐらいなんですけど、まあ、人物に直すと、まあ、2人ですね、ほぼ。奈良ゲームさんと、柴田さんの2つ。あと、まあ、ワンオークロック。だから3つか、3つですね。それだけなんですけど、まあ、多分、もっと多いんでしょうね、他の人は。というのもね、まあ、自分が動画撮る前はね、結構何でしょう。いっぱいね、登録してたんですけど、なんか自分が動画撮るようになってから、結構、減らしましたね。っていうのもやっぱりね、他の人の動画をいっぱい見ちゃうとね、なんだろうな、変に影響で出るというか、自分の動画にね、結構影響を受けやすい体質なんで、まあそれがちょっとどうなのかなっていうのもあって、まあ、あれ極力控えようかなと思っても、もう本当に必要なもの以外はもう全部、解除したっていう感じなんですけど、奈良ゲームズさんはね、奈良さんはね、俺の原点と言ってもいいんでね、なんかこう、あれなんですよ。まあ、変な言い方すると、なんか、何を撮りたかったのかっていうのを思い出すために、やっぱり見なきゃいけないっていう、たまにね。で、柴田さんは単純に面白いですよね。なんか、面白いですね。やっぱ他の人とはちょっと違うなっていうかさ、こうあえて嫌われ役を買って出るみたいな、あのスタンスは結構好きですね。あそこまで振り切れるのはやっぱすごいなっていう感じですけど、うわ気持ち悪い。いや今暗殺教室見てるんですけど、全くね、知らない。ただ、垂れ流し状態なんですけど、まあまあ、それはどうでもいいですね。いやー、ほんとにね。どうでしょう。どうでしょう。どうでしょうって言われても困ると思うんですけど。いや、もうちょっとでね、スターオーシャンなんかの、スターオーシャン、まあ、もう発売はしてるんですよ。プレイステーションの方で。一番最新作のスターオーシャンの。ただ俺プレイステーション4持ってないんで、3でもなんか出るらしいんだよね。4月の20何日かに。確か。それを変えれば、まあそれをちょっとね、やりながらまた動画撮ろうかななんても思ってるんですけど。まあ、早く FF が出てほしいんですよね。俺 FF4、はい、なんだっけ。15ですよ、あれがマジで面白そう。やばいっすね、あのリアルさ。半端、ってかもうなんかね、FF 感が、あんま、なんか、メタルギアソリッド感ちょっと出てますよね、あの FF。すげえやりたい、ほんと、あれは。マジで、もうほんとに、楽しみさが、楽しみにワクワク、もうワクワクさん加減がすごいっすわ、今、ほんと。コロリの気持ちものすごいわかりますもん、今。ほんとに。いやー、あのね、やっぱ FF ファンなら、もう待望の最新作ですよね。あれはちょっとやらずにはいられないんです。俺めちゃくちゃ金ない方なんですけど、PS4 買いますもん、あのために。やっぱり。まあ、それが出たらそれのね、ゲームもやりながら、まあ動画撮ろうかなと思うんですけど、今はね、正直そういうネタもなければ、まあ白猫の方もね、ガチャを回すことと、フォロワーさんに話しかける。っていうね、ことしかまあないんでね。まあこれは一体全体どうしたもんかっていう話になってくるんで、ちょっとまあまあまあなんかね、なんでしょうね、幅を広げるんじゃないですけど、早く発売してほしいですね。そういう動画の幅を広げるためにもね。まあでもあれですね、なんやかんや言うとやっぱり、一切何も考えてなくても、なんかね、やっぱ、喋れちゃうもんなんですよね。肩の力も入れると。やっぱガチガチになると、無理ですけど、多分。でも、こう見えて結構ね、緊張しいなんで、結構緊張するタイプなんでね。自分自身が。マジで、あれですもん。
大勢の人の前とか、マジできついっすね。もう、本当にね、なんか、心臓痛くなるんですよね。うん。多分わかると思うんですけど、わかる人は。いや、大勢の人の前だと本当ね、いやー、ちょっとまあまあまあ、ね、なんか、うん、ああいう時に結構さ、冷静で、いつも通りに立ち振る舞える人がね、ほんとね、羨ましいというか、すごいなーって思うんですよね。うん。だから俺実際動画にして、これこうやって、喋れてますけど、動画だからこそね。これがまあ、実際、生身の人間を目の前にして、まあ、ね、大勢の人を目の前にこれを喋れるかって言ったら、まあ、そういうわけにもいかないんでね。こんな感じでは絶対無理でしょ。もうちょっとなんか取り繕うでしょ、多分。うん、だからまあ、そういう意味でもやっぱ動画っていうのはね、なかなかいいもんですよね。うん。まあでも動画でも多分緊張する人は緊張するんでしょうけどね。うん。まあ、するでしょうね、多分。なんか、いますもんね、結構硬いなっていう人とか。どうなんでしょう、でも前回も話しましたけど、YouTuber が夢っていう、ね、話、あれも、まあ、これは、この話別にないな、別に何も。うん、結論ね。うん、なりたい人はなればいいし、みたいなね。まあ、前回のね、その、動画にもコメントしてもらえ、ね、コメントしていただいた人が言ってたんですけど、なんか簡単になれる、なんか何でしたっけ。誰でも割と簡単にテレビのタレント的な感じになれるから、面白そう、みたいな。感覚、でしょうね、みたいなね、コメントをもらったんですけど、多分本当そうでしょうね。うん。まあ、実際はね、本当にただ何でもない普通の素人に間違いないんですけど、まあ完全なただのド素人ですよね。それがちょっとエスカレートするド素人娘じゃないですけど、まあね、本当に。まあでも多分みんなが知ってる人、まあ有名人になりたいっていうことなんですかね、多分。いや、まあぜひね、もう本当になっていただきたい。小学生のみんなにはね。うん、いや、ということで、まあまあまあ別に大した話は全くしてないんですけど、タイトルどうしよっかな、これ。どうしよう、これ。もう15分経ったんでね。もうそろそろ終わりにしなきゃいけないんですけど、タイトルマジでどうしよう。悩むな。やっぱね、一番これ動画撮ってて、悩むじゃないですけど、考えるのがタイトルなんですよ。いくら内容が良くても、タイトル引かれなかったら、やっぱ見ないんで、見てもらえないとね、あんま意味もないんでね。これ、ね、例えばですよ、仮に一人も見なかった場合、再生回数がゼロだった場合ですよ、この動画。ほんとやばいっすよね。これ、マジの独り言というか、まあ独り言なんですよ。それはパソコン機械に向かって一人でこう喋ってるわけなんで、独り言なんですけど、マジの、マジモンになってしまうっていうね、怖さがまああるんで、ちょっとだからタイトルは、せめて再生回数1以上はいかないとまずいんでね。本当にタイトルはちょっと考えちゃうんですけど、どうしようかな。たまにはなんか、詐欺まがいのタイトルにしようかな。まあ、っていうかでも、いくらタイトルを絞っても、何でしょう、タグで関連付けあんまりしてないんで、ほんと、チャンネル登録してる人しか多分見ないだろうし、その中でもチャンネル登録してても白猫に興味ない人は見ないだろうしっていうので、まあまあ別に、タグ付けないから関係ないんですけど、あんまりね。うん、まあじゃあ今日のタイトルは、何でしょう、わかんないですね。後でじっくり考えます。ということで、まあ今日はね、こんな感じで、まあすんごいね、
なんでしょう、楽な感じで、テレビ見ながらね、こう、なんでしょう、だらーっとこう、独り言をつぶやくように喋りましたけど、まあまあまあ、多分こんな感じの動画がね、増えていくと思います、本当に。うん、しばらくはね、ということで、今日はこの辺で、ね、もう夜も更けてまいりましたのでね、夜の1時20分なんですよ。だからもう寝ないと、ね、あれなんで、まあ、じゃあ、いい夢見てください、本当にね。夢の中で会いましょう、本当に。出ますよ。てか、この前なんか後ろがさ、後ろがなんでしょう、後ろ気になるみたいな動画、あのコメントついたんですけど、なんなんだよ。怖い、怖い。怖いっすよ、本当。やめて、やめて。うん、ということで、本当に終わりました。ぐらぐら言ってるんでね、今。本当に。じゃあ、ありがとうございました。